です、ええ、あれだね。でもあのローソンさ、あれだね、この間行ったら、あ、見たと思うけど、うん、鬼滅のくじがさ、うん、あれ見た？あったよね。見た。ダダ余りじゃなかった？うん、見た。あのだから3セットくらいあったよね。うん、あの赤さんと赤さんも3つ、炭治郎も3つあって、うん、煉獄もラストワン含めてが3つぐらい、うん、3つか4つことあってさ、うん、全然売れてねえじゃんと思って、うん、で食玩の方とかこのプチラマがあるってことは、うん、あ、じゃあ食玩とか あれなんだと思って、うん、俺結構楽しみにしていったらさ、うん、あの呪術に飛びついてるだけなんだよ、あそこね。あ、だから呪術のなんかその、うん、センスコレクションみたいな、あった、ね、800円のやつもあったし、うん、あのディフォルメもあったし、うん、他のものっていうか本当呪術回戦のものっていうのは、うん、食玩孵化させたっていうよりは、うん、この今売れるやつを入れてるんだっていう感じだったんだけど、うん、そうそうそう。でもあのなんだっけ、そう、鬼滅だね、鬼滅、うん、売れてないね。あの店がたまたま売れないのか分からないけど、うん、いやでもやっぱ前のやつがやっぱり良、うん、かったじゃないですか。あのアクリルのやつ、アクリルのやつ、あれ良かったじゃないですか。うん、まあ今回のやつもね、まあ2つね、赤座と煉獄で並べたい、うん、は並べたい気はするけどね。いや赤座なんか欲しいんだけどね。でもやっぱ、うん、あんま引く人いねえんだなっていう、うんうん、まあ立地かね。でもあそこ一応国道なんだけどね、うんうん、うん、いやまあ儲かってるお店だと思うよ。ああそう、うん、儲かってるお店だと思う、うんうんうん、今時珍しいよあそこの、うん、ああいうふうになんていうのヒットしてるコンビニって、うんうん、相当やっぱり努力しないと。まあもちろんあそこで努力はもちろんしてるんだけど、うん、別な売れてる店には売れてる店のまた努力の仕方ってあるんで、うん、いやなんかさ、でもあそこだって あれぐらい なってくるともう何でも売れる。ああそう、なんで鬼滅売れてねえんだよ。売れねえんだよ売れねえんだよ。いやさ、まあ、だってあれ発売したの6月の26とか確かそれぐらいよ、うん、だってもう半月以上だ多分。やっぱ神通力は切れつつある。いやひどい。でもオークションだと結構いい値段するんだよ。まあそうだね、煉獄だけでさ、うん、初動が赤座6000とか、うん、煉獄なんか1万ぐらい近かったし、うん、今もそんなに崩れてないから、うん、あそこもないの。あのこの間ブックオフ行った時も結構いい値段してて、うん、てかでけえなと思ったんだけど、うん、あそこ売れてなくてさ、え、これ売れんのかなと。でもあれ、うん、倉庫をしてるうちに次の1万口入ってくるでしょ。入ってくるでしょ。入ってくる。どうさばくんだなと思ってね。入ってくる。そうなってくると大変なのよ、うん、だからね、お店って大変なのよ。あの1番くじをちゃんとその、うんね、なんつうのコンスタントに履かせないと、はいはいはい、だんだんとね、こうレジの後ろだとかね、うん、レジの前がねきつくなってきたりするんですよ、うん、でしょ。大変で、今度そうなると半額で1回売ったりとか、あとはもう選べる形で売ったりとかするでしょ。そう1回、あともうそんなのがさ、もう4つぐらいさ、うん、もう来ちゃうとさ、うん、もう前もうよ3個前のやつなんかもう置けないから1回引っ込めて、おー、バックヤードにしまって、へえ、うん、どうしたって売れないんだもん。だって、うん、あの共倒れさせるわけいかねえから、やっぱ新しいやつは一番最初に売れるから、うん、最初にこいつ履かせねえとっつって、でこいつ亡くなった頃にもう一回後ろから出してきて、値段をなんか4分の1とかにして。ああそうそう。いやあれさ、え、これ誰も買わねえんだ、ちょっと衝撃だった。あるね、呪術より衝撃だった、うん、あるね、どれ買うんだこれと思ってね、うん、だからそうなってくるとね、だから一番くじって本当に大変なのよね。まあコンビニ行って、まあちょっと特約店制度取ってるかどうかは俺も知らないんだけど。ああそっか、うん、違ったりするのか。もしかすると単発で買えたりする部分ってあったりする、あのセットで買えたりする部分あるのかなとかと思うけど、例えばそのまあコンビニの、まあ例えばローソンだったらローソンで何セット、うん、あの特約持ってっから、何セット分の特約持ってっから、で手挙げたところだけそこに分けてやったりするんだろうけど、ただまあそんなに美味しいあのことはやらないと思うけどね。だってそうでないやつじゃあどうすんだって、うん、手あげねえやつだってあるわけだから。あ、そうね、うん、あんですよやっぱり、あの、いやこれはいらねえんだけどなみたいな。ああでもまあこっちが知らないだけで売れたりするんだけどな。うん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 、なるほどね、うん、ほんと3セットあってなって、もう今月だって、あ、今月は二次出荷分かで、来月また新しい鬼滅でしょ、うん、鬼滅だけで、うん、大変大変だなと思って、ね、大変。呪術だってさ、うん、いっぱい入れてたけど、うん、だって言うてプチラマ1個ぐらいだぜ、うん、
センス全部あったし、うん、ディフォルメも買われた形式なかった、うん、形式なかったし、うん、やっぱ知らない人はやっぱ入れるとダメよね、うんうん、あのだってほんとそうね、だって食玩のやっぱ鬼滅のさ、あの屏風なんか全然売れてなかったわけだから、うん、鬼滅だからとか呪術だからって売れるわけじゃないから、うん、やっぱ売れるものと売れないものやっぱ知らねえで入れるのってね大変だなと思った俺は。そう、うんうん、だからやっぱりそのお客さん層つかむのって俺らだって大変だったからね、やっぱり、うん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 、ああいうコンテンツを売ってる側でも大変だって、やっぱり読み切れない、うんうん、読み切れない。俺らの時はその妖怪ウォッチがすごかったから、うんうんうん、やっぱりその妖怪ウォッチのこれが出ましたあれが出ましたとかでやっぱりね営業マンがね来るでしょ、来る、うん、でこれ全何でも今売れますから何でも入れましょうよみたいな感じで、うん、余すすごい余ったもんね。そうだと思う。俺がまだ見てる見れる部分はいいんだけど、うん、俺が見てない部分なんかも、うん、はもうひどかったもんね。うん、それこそまあ社長の奥さんが、うん、あの管轄で入れてる部分なんかは俺の預かり知らぬところで仕入れられてるからでそれが全店に振り分けられるの。ああそうなの。4店舗に、おー来たとかと思ってどうやって売ろうみたいなね。特級呪物だね。特級呪物体に入れるとねもう間違いなくもう領域展開。ほんとだからね、作品を知って、うん、作品を知ってなおかつそのものを知らないとね、ものが好きじゃないとね。そう、仮面ライダーのもんだってさ、そういえば騒動は売れる、でも騒動のこの段だけ入れないってことはできないんだろうけど、この段はいまいちこいつらのキャラクターじゃ売れないとか、仮面ライダーでもこの商品売れないってあるわけじゃん。そう、ね、それやっぱ単純にその本の売れ行きとか、うん、あのアニメの盛況ぶりだけ見て何でもかんでも入れるっていうのはね、やっぱね自殺行為なんだよな。いや本当になかなかね、まあ都合よくは物って入れられないっていうのも正直あることあるんで、やっぱり問屋との付き合いもあるから、はい、こっちの売れ筋今切らしてるこれ今度入れるわせ入ってきたら入れますんで、こっちの新しいこれとかってっていう、例えばその妖怪ウォッチの妖怪メダルが一番売れてて、うん、全然入ってこない、うん、でも今回これ入れるんで、うん、こっちのあのジバニャンのこのぬいぐるみとかでやってもってぬいぐるみダメですよねみたいなね、いやちょっと頼みますよとかって、はいはい、ノルマンですよとかって、うん、その代わりちょっとそのメダルのやつちょっと多めにねみたいな。なるほどね。やるんですよ。持ちつ持たれつさね。持ちつ持たれつ。本当にバーターとか言うけど、だからね、切れ事だけじゃないですよ仕入れって。作るやつ作る人はまあもちろん知恵絞って作ってるんだけども、こんなもん作りやがってるのあるんですよ。そうね。営業だって売らなきゃいけねえし。そう。なんか営業もこんなの売れないって分かってるんですよ。あ、なるほど、ね、営業も分かってる、ね、辛いんですよ。あ、なるほど、ね、こんなの作りやがってこんなあの営業する身にもなってみるよってやつでやっぱあるんですよ。あ、なるほどね、うん、分かってるんですよとかって、これもう本当ひどい作品だったら、うん、ひどいものだって分かってるんですよとかって、お願い頼みますよとかって、ね、ババ抜き。なるほどね。ババ抜きありますね。ほんとあります。そう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 ね、だからまあね、まあメーカーもなんかその辺も見越して作ってたりする部分もあるのかなってちょっと勘繰り時もあるよね。うん、うん、なんかとりあえず売り上げ作んなくちゃいけねえから、うん、まずあのこっちの売れ筋出すから、うん、あのこっちの今からこれこういうの企画してて、うん、これどうしようもないやつだけど、とりあえずこれも売れあの一緒に抱き合わせ売ってこいみたいなのあるんじゃねえかな、勘繰りたくなるって。なるほどね、なるほどね、ある、確かにね、あるある、うん、